90年代の日本を代表するスポーツセダンといえば1993年にデビューしたマツダランティスを忘れてはならならい。キュッと引き締まったボディはそれだけで軽快特にクーペは前後のオーバーハングの短さがシャープな操縦性を力強く表現していた顔つきを思い切りシンプルにしたのも クーーペののようなスポーティーさを印象付けるための戦略だランティスには5ドアハッチバックのクーペと4ドアハードトップセダンという2つのボディがあったが2室容積を除けば中身はほぼ共通クーペも実質的には5ドアセダンといえるパッケージングだった。とはいえ4,490ミ、mm、リという セダンの全長をクーペは 4,245mm まで切り詰めていたからやはりそのオーバーバハングのの短さは特筆ものだった。エンジンは135馬力を発生する1 8リッターの4気筒モデルが販売上の重点グレードところが走りの本命であるタイプ R は別のエンジンを搭載していた。 フロントに横置きされたのはなんと2リッターの、OH、最高出力は170馬力というハイチューンエンジンだったランティスの最大の魅力は卓越した操縦性だ。それもハードに固めた結果ではない快適な乗用車として満足できる乗り心地を実現しながら 飛ばしてもめっぽう早いというフットワークだったのであるワインディングではアンダーステアなどどこ吹く風きつめのタイトコーナーでさえぐいぐい曲がってしまう脅威の足回りだったタイプ R の V6 エンジンもこの足回りによくマッチしていた低速トルクこそやや細かったものの3000回転以上回してしまえば ウルトラスムーズなパワーフィールで下手なスポーツカーより気持ちのいいドライビングが楽しめたコンパクトなスポーツモデルがホンダの独壇場となりつつあった90年代半ばにこれだけのスポーツセダンをマツダが投入したことは覚えておいていいだろう。